お、待ってくれ、この後ろ姿、もしかして練習中、水の呼吸、一の方、なだ、お、小石者。また気持ち悪いスキンを作ってしまった気がする。大丈夫かなこれ。いやー、皆さんどうもこんにちは、ゆっかです。今回もですね、アニメアドベンチャーというゲームで遊んでいきたいと思います。このゲームはですね、まあ、前回の動画見てもらうと分かるんですけれども、いろんなアニメのそっくりさんを召喚して自分の陣地を守りきるっていうね、タワーディフェンス系のゲームとなっております。で、前回ね、最後にガチャ引いた時に、この善逸、いや名前はね、この子はゼヌーと申します見てよ、これ善逸じゃなくてゼヌーっていうのよ。で、これルフォーでしょ。ゼヌーくんがですね、レア度が高いんですよ。なので今回の企画は、前回クリアしたダンジョンの次に行くんだけど、善逸だけでクリアできるんじゃないかというね、まあそんな企画となっております。鬼滅の刃が好きな方はよかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。あと、ロブロックスね、やってる人はフレンドを募集してますので、 YUCCA_YT までフレンド送ってくれたら嬉しいです。それではやっていきましょうの前に、ちょっと一回ガチャ引こう。これでさ、炭治郎とか出たら企画変わるよね。鬼滅の刃のパーティーでさ、組んでもいいもんね。よーし、じゃあ引いていこう。さあ来い炭治郎。んっばーん、おー、1、5はどこ行ってん。まあ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 、わかるよ、死神代行の方でしょ。さあ、でも初めてゲットしたの嬉しいな。結構かぶ、おお、トドロー、ん、トドーロ誰トドロキくんだね、これね。うわ、しかもエピックだし、レア度高いよ。うわ、使ってみた。次の動画で やろうか、これは。どんどん行こう。さて、次は鬼滅の刃、これ鬼滅の刃。ベジータ。まだいけるか、まだ引けんのか、これ。鬼滅、おお、来た、タンジロー、どこ行ったんだから。俺よりもかっこいいじゃん、スキン。そう、俺と並びたいな、一回。最後の一回は、これネズコとか来たら嬉しいけどね。フリーゾしかもファイナル形態絶対強いのよ、それ絶対強い、間違いなく強いけども、ドラゴンボールじゃないのよな今回は。見て見て、このかっこいい炭治郎と俺、兄弟みたいだねなんでこんなに差あるんだろう髪の毛か、髪の毛がないのが悪いのかな。いやでも結構ね、いい感じだと思うんだけどな。ダメ次このキャラのコスプレしてほしいっていうのがあったら、皆さんよかったらコメント欄で募集しております。じゃあ今回はね、炭治郎とこのゼヌーのこの2体でいこう。鬼滅の刃でいこうね。どんな戦いになるんだろう。さあ始まりましたよ。ルールをまず説明しましょう。ここから敵が出てきて、で、あの家まで、あそこにある家まで行かれてしまうと負けということですね。うわ、待って、サンタ来た。待ってよ。これ、善逸、ゼヌか。ゼヌをここにまず置いて、よし。まあ、ゼヌのね、レア度が高いので、多分ゼヌだけでもワンチャンいけるんじゃないかなと。いや、かっこいい、霹靂一閃。一番かっこいいと思うんだよな、俺、鬼滅の刃の技の中で。どう思います？皆さん何の技が好きですか？ちょ、俺は、ひたすらこのゼヌーを一回強化したいな。マックスまで。一直線全部攻撃するのかな？あ、違うわ。一番近いやつにしか攻撃がないわ。なるほど。貫通しないってなるとちょっと話変わってくるな。この一体だけじゃどうにもできなくなるかもしれない。うわー、いっぱい来た。いける？おお、あー、当たるんだ、その距離から。いや、強。いいね、いいね、強いよ。さあ、600円。今、1500円あるから強化しようか。600円？次3000円もすんの？さあ、でもそろそろね、技が変わると思うんだよね。ある程度強化するとね、技がね、2段階目になるんですよ。炭治郎置いてみる？ここでちょっと気休めの炭治郎、この辺に。おお、なんだっけこれ、水車だっけ、なんだっけ、回転するやつ、縦に切るだけのやつね。これ炭治郎強化したらさ、火の呼吸とかも使えるようになるのかな。じゃあゼヌをそろそろ2段階の技に強化したいんだけど、さ、まだ余裕だね。待って、これさ、前回やった時よりも敵強いはずなのに、なんか全然戦えてるよ。え、もしかしてゼヌが強すぎ、お、あ、変わった、見た、今みんな、え、の範囲攻撃になってる。めちゃくちゃ強くないかこれ。え、の、やべえ
炭治郎のね強化されたバージョンも気になるんですけど、ゼヌこれ、あ、次でマックスかな。お、これでゼヌマックス強化だね。うわ、強くないか。ちょ、ゼヌ強すぎて、なんかもう、え、これゼヌだけで本当にいけちゃう。炭治郎いらないまである。いやでもそんなことないのかな。こっから、あ、そう、この宇宙船に乗ってるやつが硬いんですよ。こいつを下ろしてからカチカチのやつが出てくるんで、そいつをどうにかしないといけない。これ倒せるかな。そう、153も HP あって硬いんですよね。うわー、1回じゃ倒せないってことはゼヌだけじゃきついかもしれないな。いける？ま、炭治郎をちょ強化してみようか。技変わると思うんでね、多分これで変わるかな。あ、まだ変わらないね。日の神神楽とかね使って無双してくれたらね、もう全員のとこまで来ないみたいな敵がバンチャあるんですけど、でもこの攻撃範囲はやばくないか。強すぎるな。もう炭治郎がもう攻撃してるけど25とかなのに対してさ、超広範囲に60ダメージ与えてるけど、77とか言ってるけど、あ、でもこれがちょっときついか。いけるか。あ、でもいけそうだな、この距離から攻撃。うっ、強すぎ。これマジで善逸だけでいけるが、大丈夫か。打ち漏らすなよ。よし、 OKOK で炭治郎強化。お、最大になった。え、変わるかな。どんな攻撃になるんだろう、気になりますね。おお、これはなんだっけ。もうダメだ、もう水面切りしかわからない鬼滅の刃にわかになっちゃってる。どうしよう、ちょっとみんな教えて。なんだっけこれ、これなんだっけ。渦巻きじゃなくて渦潮じゃなくて、なんだっけこれ。竜舞かな。いや、なんだろうな。まあでもこれ炭治郎じゃなくて炭治なんで、こいつ硬いぞ。600ある。あ、初めてちょっと強そうなやつが来たけど、大丈夫かこれ。あ、でも全然大丈夫だな。強すぎんのよ、まあ、炭治郎も相当強くなった。炭治もね相当強くなったし、まあ、そこにもうこのゼヌーがかっこよすぎちゃって、もう増やせるだけ増やすのもありだけどね。ゼヌーをめちゃくちゃこの辺に何体も置いて、これどうなるのこれ。やばい、とんでもないことになるんじゃない。あ、置けない置けない、これマックスだねこれ。5体のゼヌー。あれでも、え、炭治が全部やっちゃってる。こっちまで敵来ない。もしかして炭治強い。あれ、炭治くん強くないか。ここの善逸軍団まで来る間もなく、あ、でもちょっと硬いやついる。いや、倒しちゃったけど、一旦売却。よし、一旦消えてもらって、これでその善逸軍団頑張れ。いいぞゼヌ、頑張れ頑張れ。霹靂一閃何連だよこれ。すが、うわ、やば、もうここまで来ないもんね。俺のところまで来ないでしょ、だって来る、もうここまで来れなくない敵。すげえ。わあ、近づいてくるものがいないぞ。でも宇宙船来た、宇宙船、宇宙船ちょっと硬いからな。まあでも、まあまあ余裕そうではある。あ、待って、硬いか。あ、結構硬いな。あ、でも大丈夫か。あー、強い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 。あ、抜けちゃう抜けちゃう、待って、抜けられちゃうかもしれないこれ。大丈夫かな。おお、あ、待って、これ1200もある体力。あ、抜けられちゃう可能性ありますねこれ。え、待って、攻撃の仕方やっぱ変わってないか。あ、変わってる、若干違うわ。あの霹靂一閃のさ、もう最終奥義みたいなやつになってる。よし、これでめちゃめちゃ強化したんで、ゼヌを。うわ、めちゃくちゃいる、大丈夫かこれ。あ、でも大丈夫そうだな、今めちゃくちゃ強化したんで。おっ、善逸だけでいけちゃうなこれ、かっこいいな。そして、いや、もうこんなにさ善逸が輝いてるところ見れることもないからね。もうかっこいい、この残像みたいなのかっこよくない。この辺に見えるやつ、チラッと残像が見えるんですよ、それがかっこいいな。いや、そろそろボスが来ると思うんだけど、これゼヌだけで突破できるのかな。
いやすごいはちゃめちゃなんだけど、ここ一瞬で多分敵解けちゃう。おなんだ、え待って、足早い待って、やばいか やばくない、ちょっと待って、あれ話が違う、やばいかも、全然まずいか、あ危な足が速いだけだった。これ勝てるね、これは。いけ、よーし来たー、まだ、お終わった、よーし、いや強すぎる、ゼヌもう全員ってのそっくりさんがマジで強かったな。うわーこれは強化したいね。はい、というわけで今回もね、ロブロックスのアニメアドベンチャーというゲームで遊んできましたけれども、やっぱ面白いなこのゲーム。そして鬼滅の刃がねかっこいいわなんかもうすぐあれだよね、刀鍛冶編が始まるアニメがねまたやるみたいなんで、楽しみな方はね、よかったら高評価とかコメント残してくれたら嬉しいです。あと何度も言いますけどもね、私ねロブロックス始めたばかりでね、毎日いろんなゲームを探しております。こういうゲームやってほしいとかねあったらリクエストも欲しいです。そして YUCCA_YT にねフレンド送ってもらえたら僕とね友達になれますので、よかったら友達になってください。また次回の動画でお会いしましょう。また明日な。